ネバランオンエア。皆さんこんばんは、ネバランドです。さあ、新体制となったネバランとして2回目のラジオ配信になります。はい、5月からネバーランドは古谷明人と僕、長橋秀幸の2人体制になりましたが、しばらくの間準備期間としてお休みをいただいていました。そして今月からラジオ配信を再開することができ、今日はね、新コーナーもあるそうなんですけども、ちょっとなんかまた、なんかコメディ系だったらなりがち、ちょっと恥ずかしいな怖いな。まあ持ち前のね、うん、元気と明るさで、そうだ、ね、コメディーされあの楽しく取り入れたから、ね、そうだね、やっていきましょう。まあ2人のラジオもね、なかなか、なんだろう、やりやすい部分もあるよね。いや、そうだ、僕はやりやすいかもしんない。結構なんかちょっと寂しさもあるかもしんないけど、うんうん、なんかもうバン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 自分の喋りたいことを喋、れるから、そうだね、いい、それはそれで。むしろね、どっちかが話してないと、もう会話が終わっちゃったら、もう、シーンとした時間になっちゃうから、もう喋らないといけないっていう気持ちがあるから、自然とテンションも上がってくると思うし、ちょっとリラックスしてやっていきましょう。あれ、ちょっとリラックスできてないよね、今、話だったけど。じゃあ、今回も最後までお聞きいただけると嬉しいです。では、始めていきましょう。せーの、ネバランオンエア。ネバランオンエア。まずは最初のコーナーに行きたいと思います。近況トーク。ありがとうございます。近況トーク待ってました。待ってましたか。待ってました。もう、はい、話したくて。ということで、もう題名の通りですね、前回のラジオ収録から数週間が経ちまして、その間の近況をお知らせしたいと思います。はい、ひでくん話してください。あ、先いいんですか。まあ、私先日ツイッターで、あの、歯磨きをすると酔うっていうツイートしたんですよ。うん、知ったね、見た見た。まあ、あの、詳しく説明したいなと思って、座椅子があるじゃない、はい、座椅子に座って歯を磨くときに、その普通に歯磨き、あの、歯磨きってなかなか、あの、疲れる、うん、まあ、疲れないのかな、でもなんか楽をして歯磨きしたいなって思って、あの、肘を体につけて歯磨きをするんです、僕。あ、浮かせないでね。あ、そうそうそう。で、あの、横に磨いていくじゃん。うん、そういえば体が肘とくっついてるから、うん、まあ、横に磨いたら体がちょっと横揺れになったり、ちょっとついてっちゃう、ね、そうそうそう。で、奥歯を磨くと、特に酔うっていうのは、奥歯に磨くと縦揺れになるじゃん。縦、横乗りから縦乗りみたいな。そう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 。で、そしたら座椅子もさ、後ろに体重かけたらちょっとギシギシってみたいな感じで後ろに倒れるから、それを奥歯を磨いてたら、もう体が前後に揺れて、はいはいはい、ちょっと気持ち悪くなっちゃって要は、そういうことだったのね。そう、こう歯磨きしたらこれ酔っちゃうなって思って、あの、ツイートしたくなっただったそんなことある。歯磨くと酔うなんて、そう、普段ないと思うんだけど、あの、よくね、お母さんに、うん、あんたその歯磨き大丈夫っていつも言われて、力強すぎないってすごい言われて。そんな強いの。いや、俺は普通に磨いてるつもり、うん、そんな強いかなと思って見てみたいわ、うん、あの、ガシ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 ってやつ。そう、まあ、特に縦だから、うん、今度、あの、フェアリーのみんなもやってみてください。なんで、あの、ね、あの、胃もたれじゃないよ、背もたれがある。胃もたれやばい。歯磨きで胃もたれはもう歯磨き粉飲み込んじゃってる。背もたれがある椅子を持ってるフェアリーのそこのあなた、はい、肘をつけてください。はい、つけました。奥歯を磨いてください。磨いてます。酔います。揺れるわ。酔うんだ。そう、すごい。俺そんな体験してみたい、人生で。不意にずるい、なんか。いやいや、最近だから、もうすごい。ぜひぜひやってみてください。大丈夫です。大丈夫ですか。僕はね、僕もツイッターで言ったんだけど、あの、うん、ドラゴンボールスーパーの映画を見に行きました。うわね、スーパーヒーロー。そうです。あれね、そう、ドラゴンボールはずっと好きで、前作はブロリー。
っていうやつで、ちょっと作画が変わって CG になったのかな。なんかちょっとねリアリティが増したっていうか。で、あのすごい面白くて、うん、で映画見た後なんか外がなんか歩行者天国になってて、あの椅子とテーブルが置いてあって、うんうん、なんかキッチンカーが出てるような場所があって、またね、それも前行った場所とは違うんだけど、うん、でそこで座ってちょっともうそあの語ってね、ドラゴンボールの映画の感想を語って、ちょっとまったりしてるっていう最高の日曜だったかな、あれなんか日曜日だなーって感じ、こんなんもういいのこんなことしてみたいなすごい最高だった。もう好きなアニメのね映画がね見れて、いつ公開だったんだっけ、でも最近だよね。最近だよね。そう、それを見てすごい楽しかった。やっぱりかっこいいよ。なんかピッコロの色違くなかった。あれ色違い色違いなんてあるの、イメチェンしたんじゃない、イメチェン、なんかメイク変えたんじゃない、なんか全身メイク変えたのまあ詳しくはネタバレになっちゃうから言えないけどね。いやでも活躍するんで、だからご飯とピッコロがなんかポスターとかよく表紙飾ってたから、 その2人が活躍するんでしょ。それが舞台だね。おー楽しそう。あの最初は緑なんだよ、あのメイク変えた瞬間ピッコロってなった俺え、最初は緑なの。えさ、もともと普通 の、 そあの変わるんだよあれ。え、うわそれネタバレだね。え、そうなの、完全に携帯違うじゃん。なんかその強くな、それでなんかサイヤ人になるみたいな感じで強くなったのかな。それはわかんない。あー見たいな。それになった瞬間ピッコロびっくりした、すごいちょっとねびっくりした。まあでもかっこいいには変わりないからね。なんかフリーザーもゴールデンになってるし、君もイメチェンかっていう感じがすごいした。多分憧れたんだろうね。憧れ、周りがめっちゃ変身するから自分もって思ったんでしょ。ね、もう神様と融合するだけで物足りなくなっちゃったよね見た目変わんないんだもんっていう近況ですね。いや楽しそうだ、いいね、ゆっくり。そう、映画はなんか最近なんか見た？映画はね、あ、もうね、どうしてもね行きたくて、うん、もうその好きな友達さ、アニメなんだけど、うん、そのアニメが好きな友達みんなもう行っちゃってて、もう映画館一人で行くの緊張したんだけど、うん、5等分の花嫁見てきましたなんかだと思ったよ。はい、一人で行ったの？行きました。わあ、好きなんだっけ？好きです。なんか僕の周りもすごい行った、もう3回行った子がいた。そんなに？得点もらうために。いやあのね、映画やっぱりそのどちらかと言ったら結構男性ファンが多い。そうだね、そんなイメージある。やっぱヒロインが5人いるから、うん、だからわりかし一人で来てる人も多くて。あ、そういう普通なんだ。じゃあそうそうそう、だからあ特にあ別に浮いてないなと思って。よかったね、はい、危ない。もうゆっくりじっくり堪能してきました。いいな、もう可愛かった、素晴らしい。面白い。面白かった。いやちょっと漫画なら読んでやらんこともないが、ああでも漫画からじゃあぜひ読んでもらって。そうだ、漫画好きだからちょっと漫画読んでみようかな、そんなに面白いって周りが言うなら。ぜひ読んでみてください。ちょっとあの誰推しか言うわ、もし。あ、言って言って言って、楽しみにしてるよ。いや映画はいいよね本当にね。まあということで以上近況トークでした。ネバランオンエア、では続きまして次のコーナーです。新コーナー、ネバラン旅行記。イエイ、ありがとうございます。新コーナーですか？新コーナー来ました。なんだなんだ、じゃあコーナー説明しますね。お願いします。ネバーランド、それは夢の場所。そんなネバランにぴったりの企画ということで、あなたにとっての夢の場所、おすすめの場所、好きな場所、教えてください。あ、すごい。教えていただいた場所の中から僕らが選んで、いつか二人で行けたらなって思っています。行きたい行きたい、どこでも行きたい、はい。というコーナーになってるんだけどもね。はい。ね、やっぱ、本当に行きたいよね、やっぱおすすめしてもらった以上ね。そんな言われたら行きたくなっちゃう。
これ日本のみならず海外もすごい行けたらね行きたいけど全国制覇したい。全国制覇いいね。上から下から上から行く真ん中から真ん中から東京から広がっていく。あ東京から、確かにそれいいかもね。でまあ今回はね本当は皆さんからのお便りでおすすめの場所とか教えてもらって決めたかったんですけども、今回はまだお便りがないので僕らのおすすめの場所をご紹介していきたいと思います。はい、ではどう、僕からいきますか。お願い。僕長橋出来のおすすめする場所は321静岡です。うん、でしょうね。でしょうね。静岡なんです。でしょうね。やっぱりやっぱりいやー静岡いいところですよ、うん、本当に。やっぱりおすすめなのは熱海かな。そうか、そう僕それ思った。普通に静岡のこと言うなと思って、うん、でさっきさ、うんうん、ポロって俺熱海にしようって言ったじゃん。あ、うん、熱海って静岡だったね。それは熱海静岡です。そういうの、あ、秋人のおすすめ熱海だった。いやなんかまあそれも候補に考えて。ああそうか、そしたらまあ熱海だけじゃないんで、うちは。ああすごい、はい、静岡といったら伊豆もあります。はい、特におすすめ、静岡に行ったら絶対行かないとダメな場所みたいな、絶対行った方がいいよみたいな場所はあるんですか。まあ静岡で来たら絶対は爽やかだけど、場所っていうなんか、うん、でも死ぬまでに一回行ってほしいのはやっぱ富士山登ってほしいね。ああ行きたいね。ね、まだ僕も行ったことないんで。僕5合目 ?5 合目まで行ったことある。あ富士5合目。5合目って確か車で行けるっす。なんか最後のなんか行った。お馬さん歩いてさ、なぜか。お馬さん、うん、なんか散歩してた馬が。すごい、そうだ、僕も富士山はその車で家族と行けるところまで行ってって感じだから、やっぱそれより上はもう登山になるから、うんうん、ちゃんとした登山グッズで行って登んないといけないから、まあ、富士山もそうだけど、富士山っていう富士山つながりで言うと友達みたいになってる富士山富士山っていうやつ、確かに友達っぽいの。いいんでしょ、いいでしょ。なんかつながりがあるって言ったら富士サファリパークってわかります？富士サファリパーク、そうもう標高850メートルに位置する。え、そんな場所にあるの？そう、もうその富士山のね、近くの自然をね生かした動物園なんだけど、うん、そこのすごいところって車で動物園を回れるの。あーなんか見たことあるよ、 CM とかで車でさ行って、あ、そうそうそう、動物がすごい間近。そうで餌はでもあげるのはその動物園にあるバスかな。ああ、あんま窓とか開けちゃダメだから。あ、そうだね。そうだから自分のマイカーで行くのはいいけど、やばいでしょ。まあまあ責任とかは最初になんか紙とか書いて、まあ何がとかあっても、何があってもっていうか、まあ、特に責任とかは自分らで取りますみたいな、その契約誓約書みたいなの書かされて。サイドミラーとかなくなってそうだもん。なくなってるのあるらしい、うん、やっぱり聞くと、ね、そう。でも本当に迫力すごいと思うから、いやそこ行きたいね。まあ、ただもしネバランで行くとしたら誰かの車が犠牲になるのかもしれない。借りるよ、借りるよ。借りるから。さ、借りた車が動物園でサファリパーク絶対車貸してるから。そっか、じゃあそれで行けばいい。そっちだよ、もうやだやだやだ。僕んちの松田くんはダメだよ。松田くんはダメだよ、怒られちゃうから。そしたらもうちゃんともうバスで、うん、それでいいよ。ちゃんと回ろう。で、餌もあげよう。餌もあげたい。動物好きだからな、うん。動物つながりで言ったら僕のおすすめの場所。はい。僕が小さい時、まあ、中学校ぐらいまでかな、毎年大晦日に帰っていた父親の実家、うんうんうん、北海道、旭川市ですね。おー。で、なぜ動物園つながりかっていうと、旭山動物園があります。名前はすごい聞く。いや、あそこはいいですよ。あそこはいい。なんか、でも、うん。いいんだけど、夏行くとすごい動物たちがサボってる、仕事しないで寝てる、ね、ずっとグデーってなったりしてる。そうだよね。で、旭山動物園の見どころ、部屋に入るとアザラシのコーナーなんだけど、はいはいはい、アザラシが泳いでる
のは普通じゃないですか。でも旭山動物園は天井から下にかけて筒状の水槽、でっかい水槽がドーンって刺さってる感じになってて、うんうん、で足元も泳いでて、アザラシがで上も泳いでて、そのもう上と下を行き来してるの、その筒の水槽の中を。ああ、なるほどね。でだから300あのぐるってあの周りから見れて、もうそこ通った時になんてもう目の前、本当ガラス1枚しか、まあそれは普通か目の前すごい、そうこうやって上と下をさ生き生きするからさ、普通に泳いでるわけよ、うんうん、でね、昔ね、めっちゃ昔の記憶なんだけど、なんか僕がまだちっちゃい時で赤い手袋をしてたの、うんうん、でアザラシが来たからこうやってスーって触ったの、うん、したらすごい僕のその赤い手袋に寄ってきて、アザラシが、まあ一匹だけなんですけど、うんうん、すごいこうやって右にやったら右に来て、左にやったら左に来てって、そう、はい、あやつっててずっと、でしたらやっぱお客様集まってきて、うん、なんせそこに滞在してるわけだから、アザラシがすごいすごいってなって、僕もうすごい僕こういうことできますけどみたいな、ヒーローじゃん。そう、ヒーローだった、すごいっていう記憶がある。だからまあそれも含め旭川かな、おすすめスポットは。それ赤い手袋を持って行きたいね、うん、多分来るよ、多分いやできると思う。赤髪にしたら多分そうだね、髪の毛で通っただけで二度見されちゃう赤赤うんちゃになる。行きたいね。あとやっぱ北海道なんで、うん、ご飯が美味しいですね。ね、トリトンっていうあの回転寿司屋さんがあるんですけど、うんうんうん、まあ、もちろんね東京の回転寿司も美味しいんですけど、うんうん、やっぱり北海道の方がね、そういうやっぱお魚が新鮮だからレベルが違う。そうなんだ、すごく美味しく感じますね。トリトンです。トリトン、トリトン、静岡爽やかなら旭川はトリトンです。トン、すごいよ、コーヒーもしてたし。あ、じゃあ行くしかないねすごい美味しいの、本当ね。そうだね、だから旅行行きたいね。先静岡近いから行ってもいいしね。行きたい、まあ、北海道はでも飛行機で1時間ぐらいで着く。そうか、1時間ぐらいで着くのか。そう、1時間ちょっとで着く。でも行くならちょっと冬ぐらいがいいよ、雪あるから。あ、そうだよね、雪合戦したい。うわ、雪合戦したいわ。そんなんやりたいもん。やりた。じゃあどうしようか。フェアリーの皆さんには、まあ、おすすめの場所もそうだし、季節のねおすすめの場所も踏まえて送ってきてくれたら嬉しいかな。嬉しいよ。まあ、でも皆さんのおすすめの場所をねお便りでたくさん教えてください。はい、以上メバラン旅行記でした。ネバランオンエア、ヒデとアキの二人で配信するラジオ番組、これからも聞いてね。続きまして次のコーナーです。こちらも新コーナー、 We are smart ネバラン。 We are smart smart best smart。 え？はい、まあこちらもまずは説明していきたいと思います。子供心を忘れないネバーランド。そんなネバランってまだ子供なの？いいえ、違います。あなたが見たことない大人の2人が今ここに、yes. スマートなネバランを見たいシチュエーションを送ってください。まあ、例えばね、あの、うんうん、改札でチャージ不足でね引っかかってしまった時のスマートな一言みたいな。おー、なるほどね。そうそうそう、 その時どういかにその場回避するスマートな一言を言えたら勝ちっていう。なるほど、なるほど。です。すごい、新コーナー。なんかめちゃめちゃ新コーナー。進化したね。うん。なんか、ネバランオンステージの。そうだね。まあ今まではね、急になんか、あれだったけど、今回はスマートなね。なんか難しくなってない、うん、まあそこもスマートにね、行かないと。まあそうだね。僕たちはもう大人なんで、確かに。かっこいいあの大人になるためには、スマートを心がけていかないといけないと思うんですよ。確かに。なので、この企画が生まれたってわけさ、バイロー。よし、よし、やっていこうか、バラ。なんで工藤新一に。まあ、では、早速、お便りをご紹介していきましょう。はい。こちらを、スタッフ、王さんからのお便りです。おい、大丈夫か本当に。結構怖いけど大丈夫。怖いんだよ。読みます。はい。ネバーランドの皆さん、こんにちは。こんにちは。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。お二人のスマートの姿、逆に、ぜひ見てみたいです。あ、はい。まあ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 。
ということで、ライブの重要な場面で告知事項がすっかり飛んでしまった時の一言をお願いします。はいはい、告知事項、これはスマートにってことですよね。あ、だから例えば、じゃあ、あ、やばい、忘れ、なんだ、え、なんだっけ、忘れちゃったとかっていうのをそのスマートに、まあ、そうそう、それはね、ちょっと子供心のネバラン。なるほど、ちょっと英国紳士っぽいスマートな。いや、わかんない、わかんない、ここまで難しいな。そんなスマ、まあ、かっこいい、え、何なんだろう、まあ回避だよ、ね、うんうんうん、まあそうだね、危険回避能力。これなんか素直に忘れたことを認めてスマートに言うか、もうましてやもうこの忘れたっていう、うん、事実を乗り切るスマートな一言からか。まあ個人個人それはあれです。そうだよね。じゃあ僕からいきますよ。え、いけんの？いいよ、早っ。じゃあいいですか。はい、じゃあ振ってください。はい、じゃあ明人くんのスマートな一言まで3、2、1、どうぞ。あ、ごめん、頭ん中フェアリーでいっぱいだから言うこと忘れちゃった。うわー、これは最初イカれたな。すっごい俺今苦い顔してるけど大丈夫なんか告知忘れちゃったっていう顔も引きずってる感じだけどねスマートなのなんかわからないけど、まだスマートじゃない。あ、スマートじゃない、うん、なんか、あ、やばい、ですねってなんないで、あー、そういえばごめん忘れてたわ、だって頭ん中フェアリーでいっぱいなんだって感じでね。うわ、これスマートかつキュンキュンさせてきたね。そうです。なんか可愛さってよりかっこよさのキュンキュンだね。そうだね、もう先に言いたかった。うわー、うわー、これ先行けよかったな。どうしよう。王さんが、スタッフ王さんがすっごい満面の笑みだけどお、これマジでいつかや本当にやってやろうぜ。収録終わったら言わせてやろうで、学園ようこそ やらしちゃうかもゲストですっつって、ね、うわー、くそー、どうしようかな。な、スマートか、難しいな。任せますよ。ちょっとつなげといてくんない？考えたいの。はい。いいよ、考えて。まあ、告知ね、すっかり飛んでしまっただけってことなんでね。そうそうそう。まあ、全然あり得るからね。うん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 。あり得たし、あったし、そういえば僕。なんか。あ、本当に？そう、あった。一回、やべってなったことすらも忘れてた。忘れたことさえすら忘れます。よーし、オッケー。スマートできそう？行きます。では、スマートなヒデまで3、2、1。続いてなんですけども、続いては、まあ、皆さん知っての通り。全部上さんが告知してくれます。お楽しみに。あ、すごい、もう自分じゃ何も言えないから人任せにした。まあでもスマートなんじゃないですか。いや、迷ったらなんか随時、あ、今から僕が言おうと思ってたこと随時更新されるので、まあ、あのオフィシャル公式サイトのチェックでとかっていう感じにしようか。もうなんか、なるほどね、変に実際それがリアルでありそう、全然使えそうじゃない今言ったやついや、でもあのテロップとか用意されてたらもうどうしようもない。あ、それもうカンペとかにもやって告知してくださいって出ちゃうかもしれない。うわ、これはごめん、負けたわ。わかんない。え、これはどう王さんが決めてくれるのかな。そうだよね。じゃあ決めても、まあまあ決めて、一応ね、決めてもらえますか。じゃあ、まあどちらが良かったですか。まあ結果はね、その王さんが決めていただきましょう。はい、せーの。ぬるるるるる、どちらどちらどちら。わかんないわかんない、ラジオで。いや、ラジオでわかんない。僕は来た。やった、新コーナーで。いや、指左右に振られても伝わらんのよ。ルーレットスタートつってつってつって今されました。一番子供じゃん。まあ、僕の勝ちってことで。スマートだったね。おめでとう。俺はスマートだぜ。いや。そう、悔しいなぁ。これ面白い。もう早く次行ってください。はい、ということでもう一つ行きましょう。こちらもスタッフ王さんからの、またかよまたかよ。ネバーランドの皆さん、こんにちは。こんにちは。いつもしっかり者の二人で一緒にいて、とても安心感がありまして、さてそんな二人ですが、とっさのアドリブ力も素晴らしいと存じています。そこで電車の中で目の前にいる外国人の方が倒れて突然苦しそうになっている時に、
I can't speak Japanese と言われた時の一言お願いしますってことですね。普段こんな話し方じゃないですよ。いや、偽に行ったのかなと思って逃げた。いや、どこか秋人が感じた偽に行ったのかなと。ファンキーすぎるいや、はい、何この難しい癖強くはないのか、別にもしかしたらあるかもしれないもんね、うん、とっさのね、待って待って、むずい、アドリブ力、そうだね、一回ちょっとイメージするわ。うんうんうん、 I can speak in Japanese。 どう、難しそう。スマートでしょ、別に面白くなくていいでしょ。なんか大喜利みたいなさ、なんかあれが脳があるんだけど今。いや別にいいんじゃない、別にスマートな面白いお笑いだったらいいんじゃないうわー、ね、どうしようかな。はいはい、じゃあ先行こうかな。ありがとうお兄さん。やっぱとっさのアドリブだから、もうあまりまとまってないけど言っちゃおうかな。あ、ずるいずるい、うん、じゃあスマートな日でまで3、2、1。 I can't speak Japanese. You can't speak Japanese. OK. This is not Japan. 周り見てごらん、外国人しかいないでしょ。 Help me. あ、日本じゃなかったってこと。いや、なんかもう日本っていう設定だったら難しかったから、もういいや、もうここは日本じゃないよね。あ、自分が言ったのね。自分で設定変えちゃえばいいやと思って。あ、それもうそういうスマートな思考の切り替え方をね、強化していただきたいなと思いました。なんか確かにそういうね、概念一言も言ってないもんね、日本でなんて、うん、なんか謎謎みたいなでもちょっと周り見てごらんはちょっとなんかそんな倒れてる時にそんなこと言われてさ、あ、ちょっと、ちょっとなるよね、こいつ舐めてなかったら思われちゃうかもしれないけど思われる。でも大丈夫、ヘルプミーって言ってるから助けてくださいって。第一発見じゃない。よし、ちょっと待って、普通に待って、これ難しいよ、ね、英語できん。でもジェスチャーとかでやね、うん、やる場ね、実際はね、その言葉だけじゃなくてもジェスチャーで伝えることもあるから、多少は日本語でね、言って表情とかジェスチャーで伝えるのもありだから、ところどころ英語でも OK。 大丈夫、じゃあ行きましょうか。あきひとくんのスマートな一言まで3、2、1、どうぞ。あ、 I can speak English。 日本語ダメなんだ。どこがいてんですか。 I can speak Japanese。 I just speak Japanese。 今やったね。 Help me。 何、どういうこと、今やった、やったつもりの。 Help me。 OK。 Do you could get it in this school。 え、終了。これど、ちょどうしてくれるの。 Do you could get it in this school。 ちょっと英語っぽく。確かに英語っぽかったけど、絶対違う英語に伝わりそうだね。 Do you couldget eaten do this girl duke get duke get eat 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 turn tai turn this girl turn disco turn disco DJ 違う で、英語、日本語をね、英語風に。あ、確かにいいね。ごめん、ちょっととっさのアドリブ力で出るかなと。あ、ごめんね、ちょっと意地悪しちゃった、ごめんね。悪くなかったわ、アドリブ力は。もう一回やりたい、時を戻れ、時を戻せ。ダメダメダメ、ちょっと恥ずかしさが勝っちゃった。まあ自分で何言ってんのって なりながら言ってたもん。いや、でも難しかったもん。ジュークオーラ編からもう俺泣いてたもん泣きそうになってたちょっと泣いてたね、ちょっとね。まあまあ君どっちがいいか。王さん、こんなもんですよ。はい、これは問題難しいっすよ、うんいや、でもそうだね、アドリブ力あるってね思われてたから、ちょっとごめんなさいだわ。期待に沿えなかったかもしれないね、うん、はい、ということでどちらが良かったですか王さん、決めてください。うーん、ルーレットスタート。どっちだ。いや、考えてる、悩んでるけど、うわー、キリトか。やった。いやー、これはでも理由聞きたいね、なんか。ちょっと俺さ、辞書でさ、スマートって調べていい？確かに。これ、どっちが面白かったかになってない。大丈夫。まあでも、きっと、
ね、あの日本の設定だったんじゃない、やっぱ王さんは。王さん、うん、で、なんか英語ができてスマートにペラペラって喋れたらかっこいいっていう想像してたから。あ、ごめんなさい。そもそもの思考を切り替えた私はもうマイナス、その時点で減点だったのかもしれない。もう立ってないってこと、ステージに。もう立ってない、もう。いないんでしょ。日本でやってたつもりが。ダメだったか、やっぱそこの起点もな、スマートかなと思ったけど、刺さらなかったみたい。いや、ちょっと、あの、もう、最初で最後のこのコーナーでいいですよ、ね、もう、ちょっともう英語はもうゴリゴリで。そう。もう、もうやつらんてない。もうやつらんてない。もう、やめて。シーン、キューナー。もう早くコーナー閉めてください。もうやめてん。コーナー閉めて。ということで、以上、We are Smart Neverland でした。ネバランオンエア、毎月第1、第3日曜日に配信中。たくさんお便り待ってます。ネバランオンエア、そろそろエンディングのお時間です、うん、今回のラジオはいかがでしたか。楽しかったです、はい、特に新コーナーの We are Smart が楽しかったと思います、はいね、楽しかったね、うん、すごい楽しかった、はい、よかったね。はい、ということですぐ終わりたい人たちもう2人だとね、もうきついね、あの英語できないと。いや、1問目はね、1問目は良かったよ。まあまあそうだね、1問目は僕ちょっといいこと言えたなとか勝手に思ってたけど、うん、まさか2問目であんな鬼畜が来ると思わなかった。まあでも、あの今回はあなたの勝ちですよ。はい、はい、おめでとうございます。まあまあまあ、あ、勝手、うん、まあ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 2冠、もう2連勝だからやばいよ、あとないよね、もうないね。3連勝いったらなんか乗ってもらおう。いやー、もうちょっとフェアリーのお便り次第だね。確かにやめてほしいね、そういう。ちょっと変なお題持ってこないでくださいよ、ね、本当にやめてほしい。全然送ってほしいけど、いや、たくさん送ってほしいけど、わ、そこの角度すごい角度えぐってくるねっていうのはちょっとね、絶対大喜利みたいなお題持ってきそうだもん、フェアリーの皆さん。そしたらもう面白かったね、どっちが。でもスマートにもいろんな種類があるのでね。スマートって本当に意味なんだろう。調べてくれ。ちょっと調べていいですか。住所で調べる。スマートね。いや、でもなんとなくはさ、ニュアンスはわかるけどさ、意味説明してって言われたらさ、難しくない？まあそうだよね。いろんな意味がかっこよくその場をやっぱ切り抜ける。でもかっこよくって言っても、その場をなんかすごいうまく切り抜けたらスマートだなってなると思うし。スマート意味で調べたら、はい、活発な、キビキビした、素早い、キビキビして機敏で頭の良い、賢明な、気の利いた、抜け目のない、油断のならない。だからつまり頭の良い、賢いってことですね。あー、なるほどな。それがスマートなんだ。スマートって言われたいの。あ、確かに、なんかそれ作りたいね、なんか、うん、スマートだったら出てくる。エクセレントとかじゃなくてスマートって言われたい人に。いいね、言い方もスマートだね。うん、だし、全然じゃあスマートじゃなかったと思うよ、さっきの。めっちゃバカじゃん、じゃあ。なんかちょっと、ジョークがいい。とかなんかちょっと焦ってたもんね。うん、めちゃめちゃアドリも効かないし、スマートじゃないし。でも勝っちゃうっていう。じゃあやばい人じゃん。いやー、ちょっとね、やばいな。もうこれ数重ねるしかないね。でも普通に面白かったからね。うん、この企画はコーナーはやりたい。そうだね。もう全部それ持ってかれたもん。あと何コーナーしたか覚えてない。覚えてない。あれ、旅行機。旅行ね。旅行はでも本当に行きたいね。うん。行こう。行きましょう。だからいろんなコーナーがちょっと、今新しいコーナーもあって増えたんで、いろんな各コーナーに送ってほしいな、うん。そうだね。お便りもたくさん欲しいんで、送ってください。全然、たくさんのお便り、待ってます。待ってます。またこうやって二人でね、あの、ラジオをお届けしていきますので、うん、そちらの方もお楽しみに。お楽しみに。それでは、またお会いしましょう。お相手は、せーの、ネバーランドでした。バイバーイ。